ご覧いただきありがとうございます。今回は先日行われましたラリーガ第38節レアルソシエダ対セビージャの一戦について簡単に振り返り、最後にはこの1年間のお礼を申し上げたいと思います。この試合結果は2対1でホームのソシエダが勝利という結果となりまして、今シーズンラストゲームを勝利で飾ることができました。ソシエダはラストゲームとなるイジャラメンディが先発となりまして、オヤルサバル、ルノルマンが控えスタート、代わりにバレネツヤ、パチェコが先発となりました。なんといってもこの試合はソシエダが来シーズン着用する新ユニフォームをお披露目となりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。個人的には青の色合いも良くて好きな感じのユニフォームでした。来シーズンは腕の部分にチャンピオンズリーグのマークが入るのかと思うとワクワクでたまりません。今シーズン10ゴールの大台を目指す久保建英は前半からいいプレーが多かったと思います。ブライス・メンデスとの連携も取れていましたし、パチェコも久保をよく見ていたり、ソシエダの攻撃はこの試合も久保がいる右サイドからスタートしていたように思います。前半28分、バレネツヤの折り返しからブライス・メンデスのゴールでソシエダ先制。ブライス・メンデスの久々のゴールとなってよかったなと思います。前半30分にはセビージャのフリーキックのセカンドボールを久保が拾って自陣から一気にカウンター。相手を1枚剥がしてブライス・メンデスにラストパスを送るも、惜しくもシュートは相手にブロックされてしまいましたが、一気に駆け上がる久保の推進力はさすがでした。久保は前半45分にもワンタッチで相手左サイドバックを抜き去るプレーがありまして、もう格の違いを見せていたなと、明らかに久保はリラックスして普段のプレーが出せていたなと感じた前半でした。後半は久保とマッチアップしていたサイドバックが前半のみで交代となりまして、後半はスコアが動かない時間が続いたんですが、後半64分に久保の決定機、ブライス・メンデスからフリーの状態でボールを受けましたが、ワントラップしてからのニアを狙ったシュートは惜しくも枠を捉えられず、めちゃくちゃ惜しいシーンでしたが、惜しくもシーズン2桁ゴールとはならず、久保は72分にアリショーと交代となりまして今シーズンを終えました。試合は久保に代わって入ったばかりのアリショーがすぐさまゴール。今シーズン怪我で離脱が非常に多かったアリショーでしたが、ラリーガ最終節にてラリーガ初ゴールを決めることができたのはすごく良かったなと思います。後半77分にセビージャが1点を返しましたが、そこからスコアは動かず2対1でソシエダが勝利という結果となりました。ソシエダはこの結果により勝ち点71ポイントでラリーガシーズンを終了しました。ソシエダは序盤は飛ぶ鳥を落とす勢いで優勝争いまであるんじゃないかと期待できる試合が続きましたが、やっぱりビッグスリーの壁は厚かったなと。それにしても野戦病院に次ぐ野戦病院で、しかもヨーロッパリーグのグループステージにコパデルレイもあって鬼の過密日程の中、ヨーロッパリーグは決勝トーナメントまで進みましたし、来季のチャンピオンズリーグ権も獲得してよくチーム全体でシーズンを戦い抜いたなと思います。試合後のセレモニーではイジャラメンディがスビメンディに来シーズンからの背番号4番を引き継ぎましたので、これはしばらく長い期間スビメンディがソシエダに残留するということでもあるのかなと、まだまだ強いソシエダを見続けることができるかなと感じまして、すごく楽しみです。レアルマドリーのサイドバックオドリオソラが復帰するかもみたいな話も上がっていますし、兄貴は今季でレンタル終了ですし、来季チャンピオンズリーグに向けての補強も今から本当に楽しみです。改めまして本当に1年間皆様お疲れ様でした。個人的には久保建英をこれまで
追いかけてきた中で、一番楽しめたと言いますか、ストレスがほとんどないシーズンを過ごせたなと感じています。いや本当に YouTube を始めてよかったなと思います。久保がバルサのカンテラから日本に帰ってくるとなって、 FC 東京のアンダームサシに加入して、その頃はツイッターでおそらく父兄が投稿しているであろう、動画を見てですね、陰ながら応援し続け、 FC 東京アンダー23に上がってからは、J3 での活躍に喜び、トップに昇格してからはレンタル移籍などもあって、最後はFC 東京の中心選手として活躍してレアルマドリーに行き、1年目のマジョルカ時代は良かったんですけれども、大いにワクワクして迎えたビジャレアル時代からのヘタフェ時代で、私が YouTube を始めるきっかけとなった2122シーズンのマジョルカ2年目、序盤こそすごく良かったものの、久保の怪我もありマジョルカの大連敗があって、ルイス・ガルシア・プラサ監督が解任されて、アギーレ監督が就任した、本当に終盤に関しては残留できたのは本当に良かったんですけれども、久保を追いかけている側としては、言いたいことが多すぎるというか、フラストレーションがめちゃくちゃ溜まった終盤戦で、寝不足になってまで夜中試合を見るのに、フラストレーションが溜まるのも込みで追いかけてますから、それもありっちゃありなんですけれども、めちゃくちゃ何しか言いたいことを抱えながら寝るという試合が続きまして、で普段私 SNS を全くやりませんし、久保建英を追いかけている身近な存在もいませんので、どこかにこの気持ちを吐き出したいなと、誰かと共有したいなと思って、何も考えずにYouTube を始めたのが全てのきっかけでした。結果的にはフラストレーションがほとんどない、久保建英にとっては本当に飛躍の1年を追いかけることができたんですけれども、それでも YouTube を始めて本当に良かったなと感じます。動画をアップしていいねを押してくれるだけでも、反応を示してくれるだけでも非常に嬉しいですし、コメントでやり取りがあると一人で夜な夜な孤独に追いかけているのではなくて、たくさんの人とこの試合応援しているんだなと勝手ながら感じることができて、本当に楽しく1年追いかけることができました。本当にありがとうございました。心からお礼申し上げます。シーズンは終わりましたけれども、早くも約2ヶ月後の8月12日土曜日にラリーガ2324シーズンが開幕いたします。それまでも定期的に動画をアップしたいなと思っていますので、皆様また今後とも引き続きよろしくお願いいたします。ということで今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは失礼いたします。